どうも、ドリピです。なんたらストーン、なんたらストーンのアリカがパナマウンテンにあるっていう情報を手に入れたので、なんかしましょう。なんだっけなんたらタウンに行けっつってたね、そういえばね。我やもん。ほらほらゲイン。あ、レベルアップしたふわふお、ランク上がった。じゃあ、フラワーランク。あ、どうしよう、何しようかな。迷うな。レベルアップの時、パウの成長値が、毎回プラス1されます。え、これってさ、だいぶ変わってこんか？防具スロットも欲しいなぁ。いや、迷う、これ。あ、いっぱいあるわ。キノコを食べると、ついでに EXP がもらえます。あー。カウンター 1.5 倍。うわ、やばいな、これ。いっぱいあるじゃん。こんなあったっけ？これはね、これはね、パワーです。脳筋。はい。いや、装備も捨てがたいけどね。装備めっちゃいいよな。うわ、4。でけえ。はい、さらに4。脳筋だね。強くなったね、さらに。のぞめちゃー。ドーン。あ、上がった。うわー、迷うなー。いやー。オーケー。うわ、どうしよう。ルイージは、HP 高いから、カチカチボディもめっちゃありだと思う。防具スロットにしよっか。防具スロット。多分強いと思う。いや、迷うなー。迷うな、めっちゃ。HP 成長も強いよなぁ。いや、まぁ、防具スロットにしようか。はい。いや、防具スロットは後でもいい気するけどね。正直ね。まあまあまあ。どうしようかなぁ。ディフェンスかなぁ。あ、スピードかな。はい、オッケー。ニャッホー。ちょっと装備つけようよ。装備装備。何つける？うわ、やばいね。めっちゃいいな。迷っちゃうね。これでよくね？パワー、結局パワーなんだけど。結局パワーなんだけど、今はパワーでいい気がする。コインもあるしな。はい。結局、脳筋兄弟ということで。脳筋じゃー！よく来たね、良い子のみんな。この先は目覚めタウンだよ。迷子にならないよう気をつけてね。あの眠るうごくん、誰でも子供扱いしてるな。癖になっちゃったのかな。まあいいけどさ。いや、もうおっさんですよ。マリオとルイージは。立派なヒゲ生えてるからね。なにここ、おしゃれ。すごいおしゃれだね。アタックパーツ、アタックピース、アタックパーツあるね。上に。おぉ。目覚めタウンへようこそー。でか文字。ようこそー。小文字。ここは枕の塔で、一番のリゾート地です。初めてのお客様ですね。それでしたら、案内所だ。案内所で話を聞くのがおすすめです。タウンの施設やイベントなどの見どころがズドンと丸わかり。お気軽にどうぞ。うんこじゃん。それではどうぞ目覚めタウンをお楽しみください。いってらっしゃい。控えめだね。ここはホテルが立ち並ぶエリア。ここからずっと西に進めばツアーセンターがあります。
こっから南の方へ進むとショッピングエリア。案内所いらないじゃん。案内しちゃってる。おお。あれ、ラテいらないんだ？こちらタウンの案内所です。全部聞く？ツアーセンター。ん？ツアー、なんちゃら。あ、パジャマウンテンね。行きたい行きたい。はいはい。ツアーセンターへは、ここを左に行くのが近道。この機会を見逃さないよう、グッドラック。開催中イベント。スゴ技コンテスト。あ、面白そう。自慢のスゴ技を見せて、豪華商品をゲット。ぜひ参加してみてください、グッドラック。あー、面白そうだね。キャンペーン情報。バッチや目覚めっちよりキャンペーンのお知らせです。ただいま、先着2名様に限り、バッチの活用法無料レクチャー、バッチを愛する店長の魂のキャンペーンですね。しかし、早い者勝ちです。グッドラック。いる？いってらっしゃい。行きまーす。最後のいる？どうした、ここ。何してんの？あ、あずい。もう無理。お願い。これあげるから見逃して。あ、あざっすー。やっぱなんか、着ぐるみ的なやつなんかね。あれ。目覚めタウンのガイドブックにね、この二つの噴水の上をたくさん回ると願い事が叶う。マジで。やるやる。やる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 。ほんと？ほんと？なんもねえわ。旅先でも子供は元気なもんですな。母親も負けず劣らず元気ですが。降りなさーい。あ、姫が回ってきたよ。マリアさん、ルイチさん、こんにちは。なんて綺麗な街なんでしょう、ここ。観光用に古代の遺跡もそのまま残されてるそうで、早く見に行きたいです。ああ、ワクワクします。めっちゃ枕ありそう。こっち、スゴ技コンテストか？うわ、広っ。ヨッヒー！潮風が気持ちいいよ。まぶた重たくなってきたよ。寝るのが一番。ここは何体？あ、バッチか。ハニコさん。オラはなんでこんなに弱虫なのハニー。結婚してハニーの一言が言えないなんて聞こえてない？これ。何のためにこの旅を計画したのハニー。はぁ、あ。あ、このプレゼントも今見ると子供っぽいハニー。これじゃ断られるハニーよ。困ったハニー。あんたたちヒゲなんて生やしておしゃれハニー。やっぱりモテモテなのハニー。そうなのハニー。まあまあじゃない。うんうんって。あんたたちのセンスを信じてお願いしたいハニー。結婚の申し込みにぴったりなものを見つけて持ってきてくれ、もらえないハニか。お。うまくいったらお礼にオラの全財産あげるハニ。欲しい欲しい欲しい、それは。はい。いや、ピースある時点で。ありがたいハニ。一つだけ先にお礼しておくハニ。ピース？あ、やった。もういいわ。あ、そうハニ。よかったらこれも持っていくといいハニ。何？ああ、まあまあまあ、まあまあ可愛い。俺にはもう必要ないものだし、どっかのお店で誰か欲しがってた気がするハニー。ああ、ハニオさん綺麗なお花ハニーよ。いけると思うけどね、この感じはね。もし何か手に入れたら見せてほしいハニー。オッケー。なんかあるかな。それはダメなんだ。ああ、なんかこれわらしべっぽいな。わらしべ感あるな。よかったね。意外と両思いだったりするんじゃないの？こんにちは。こちら、バッチや目覚めっちです。ただいま、店内では絶賛キャンペーン中、バッチの活用法ただで教えてもらえるチャンス。気になる方はどうぞお店の中へ。行きますか？何？こんにちは。おめでとうございまーす。え、ちょっと忘れた。え？おめでとうございます。はい、さあさあ固まってないでどうぞこちらへ。何ですか？当バッチ店では本日先着2名様に限ってのバッチもっと使っちゃいなよキャンペーン。本当に人いなさすぎじゃないここ。やったね。誰も来なくて
早く心が折れちゃう5秒前でした。広瀬良子。それでは気を取り直してバチを愛する私が直々にバチのより有効な使い方を伝授させていただきます。はい。え、何？何ですか？なんか新しいのを覚えてます。バチの使い方は L ボタンと R ボタンでバチを選んで最後に A ボタン。これ基本ですから忘れないでくださいね。はい。特徴がありまして、こちらのバチは、はい。こちらのバチは主にバチの効果。はいはい。はいはいはい。はいはいはい。バチが一つでも増える場合、一度にいくつもの効果。ああ、知ってる知ってる。6つずつ持てますから、その組み合わせは最大36種類。うん。うん。二人仲良く一つずつ増やすもよし。うん。うん。うんうんうん。お前！おい！おいお前！お前！やめろ見せ！はい。はいはい。うん、ここにもないか。あ、デメルーゴのぬいぐるみ。はい。開ける開ける。あげます、あげます。はい。いるかい？そ、それは、デメルーゴのぬいぐるみ。あげるあげる。いらん、これ。いいよ。おいやい。よかったね。水色うんこ。うちの子供きっと大喜びすると思います。あの、よかったらこれはどうぞ。何？珍しいフルーツ。なんだそれ。これはこれで珍しいものなんですが、うちの子供はどうも好きじゃないらしくて。そういや、誰か珍しいものを食べたがってたような。誰だったかな？確かホテル街にいたような。なるほどね。やっぱわらしべっぽいね。回復アイテムなの足りてますか？キノコあればクッパも怖くない。なるほどね。確かにね。高えても惜しんで6に使わずにいた結果、最終的に余りまくって相手メニューの肥やしに。エレクサー現象。エレクサー現象だ。いや、わかるわかる。使えないよね。目覚めたのを見終えたら次はどこ行こうはに。ヒルーネビーチに行って小麦色に焼くのも、もう小麦色なんだよな。突っ込んだ。突っ込んだ。ありがとうございます。突っ込ませてくれて。遺跡、下に遺跡あんだ。はいはいはい。開発の際わざと遺跡を残したそうです。それがこの街の観光の目玉になってるんです。誰が考えたのか、商売上手ですよね。この島は昔悪い奴に滅ぼされたそうですが、今は平和そのものですね。そうだね。でも復活しちゃったよ。シル族って言うんだ。ウリスみたいなもんだからな。ウヒー。あ、あげるあげる。あげるよ。はーい。あ、ヨッシーだったか。わ、何それ何それ、この島のフルーツ食べてみたい、その珍しいフルーツ。わお、おいや、おいや。聞こえんの？聞こえるってか、何言ってるかわかんの？食べるのが楽しみだ。ペロン。何くれんの？ヨッシーの卵。誰か欲しいのあんの？マリオさんたちは見たことあると思うけど、ツアーセンターのエリアで誰かが見たがってた。ああ、なるほど。じゃあ次行くからその時に見ましょう。どういうことだっちょ？どういうことだってばよ。誰？この家にはすごいお宝があるって聞いてきたのに、どこにもないっちょ。もういいっちょ。え？ルイージー。なんだこいつ。豆だ。どこに目をつけてるっちょ。すげえいろいろ落ちてきたけど。寄りに行ってこのパーニョ様に、その話を聞くっちょ。まったく、この俺様誰だと思ってるっちょ。世界中のお宝をちょろまかしてきたあの、大怪盗。ハーニョ様っちょ。大怪盗こんな目立たねえだろう。もういいっちょ。だいたい昔っから。この手のヒゲ面と関わると、ろくなことがないって、バチャが言ってた。決まってるっちょ。うー。あの時のことを思い出す、未だに腹が立つっちょ。ふるさと豆エリアで一番の大仕事を邪魔されて、あれ以来俺はヒゲの二人組は大嫌いちょ。これ過去作にいたんかな。いや覚えてね。ふん、この島で俺は生まれ変わるんだっちょ。ちょっと次のお宝探しに行くっちょうよ。行っちゃった。なんなの今のは。
まあ気にしないツアーセンターを探しましょう。私たちはパジャマウンテンに登らなきゃいけないんだから。そうだね。楽しみ。ん？なんだここ。写真置いてある？あら？誰？のこのこ？いつまにかお客さんが来てたのね。誰？さて、何の御用かしら？誰？ここで何をやってるのかってよくぞ聞いてくれたわ。探偵か？私の名前ノコディ。この島のガイドブックを作ってる。へぇー。なんか依頼されそうだな、これ。え、前にどこかで会ったことがないか？あ。前作出てたんだわ。全然覚えてねえや。いろんなお仕事してたからもう忘れちゃったわ。前作やったの多分ね、中学校とかなんよな。多分な。うっそ前。それより今猫の手も借りたいくらい忙しいのよ。残念ながらあなたたちとお話ししてる時間が。いえ、そうね。このさ、ヒゲの手を返さんってのもありね。ヒゲの手。見かけによらずたくましそうだし。なるほど。足腰も強そう。いやん。いやんじゃのうて。ね、ガイドブック作りは手伝ってくれない？もちろん、ただとは言わない。俺ならするわよ。何くれんの？その気がないならまた今度遊びに来てね。なんたって私、本当に今忙しくて。あ、そうなの。まあ、やりますよ。いいよ。ええで。ありがとう。ちゃんとお礼はするからね。まずやってもらうのは写真の回収よ。写真？島のあちこちに私が仕掛けたものがあるの。カメラブロックって言って今見せるわね。カメラブロック。お、カメラブロックだ。さっきまでタウンに設置してあったものよ。中にはオートで撮った写真のピースが入ってるの。もしかしたらあなたたちも写ってたりしてね。初仕事お願いするわ。あのブロックを叩いてピースを手に入れてみて。おう。なんか、あれみたいだ。アタックピース。アタックパーツ。アタックピース。あ、すごい突き上げ。こいつやばいやつだなぁ。やっぱり私の目に狂いはなかったわね。はい。はい。グッドボタンお願いします。今、ノコディが言ってました。それじゃあ次の説明するからこっちに来て。はい。次にやることを説明するわね。手に入れた写真のピースを組み合わせて写真を完成させる。お。カメラブロックは自動で写真を撮ってくれるんだけど、写真はバラバラの状態で保存されてるよね。これを組み合わせるのが私はとっても苦手なの。それであなたたちにやってもらうってわけ。あー、パズルか。オッケー。あー、なるほど。こういう感じか。目覚めタウン、レベル 1? レベル最初はレベル1しか選べないよ。目覚めタウン、レベル1を選んでパズル画面入ってみて。はい。あ、これ面白そうだね。はいはいはい。下画面の周囲にあるピースをタッチして、はい。パネルの上に移動する。はい。ピースがパネルにはまって動かせなくなったらそこが正解。はいはいはい。回転するね、それ。上の左上だね。下にあるボタンをタッチすると選んだピースが回転するわ。はいはいはい。その場で回転はできないよね。押さないといけないよね。回転しないと正解にならないピースもあるわ。こうやって全てのピースを正しい場所にはめていってね。ああ、大丈夫です。レベル1が完成したら次のレベルに挑戦できるようになる。ああ、なるほど。コインや素敵なものをプレゼント。やるしかねえな、これ。タッチペンか。タッチペンね。はい。任せろ。こうでしょ？この辺？この辺？この辺？あれ違うの？まあ、いっか。これとこれくっつく。あ、こうね。結構シビアだな。え、ここじゃないの？え、違う？違うってことは、ここか。ん？違うな。こっちか。オッケーオッケー。これ上っぽいな。あ、違うな。下だな。ん？これどこだ？ここ？違うな、ちょっと待って。これが、ん？これどこだ？ん？これどこ？ん？これどこ？違うな、こっちか。ん？違うな。どここれ？さっきの見よう。さっきのと同じやつやろう。
よいしょ。白いのがあるやつ。ま、なんかマリオおるじゃん。ここじゃないの？おう。来た来た来た。これどこ？ん？あ、ここか。オッケーオッケー。来たわね。マリオちょっと映ってる。オッケー。もう思ってたよりはむずかったな。100コイン。なるほどね。まあ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 。クリア時間とプレゼントのデータのみです。あとで自分をセーブしていくことも忘れずに。これ、やるよ。やるやる。全部やります。うわ、多いね。多いなぁ、なかなか。ここか。よし！危ねえ！危ねえ！なんとかなった。もう300コイント。300コイン。ポイントじゃなかった。いや、やるしかないっしょ。ルイージモール。あ、これ、画像大きくなってんだ。やばい、これ疲れるな。うわ、わからん。いや、でも面白いな、これ。よーし。まあ、ぼちぼちですかね。スピード豆デラックス。へぇー。セーブしなきゃな、絶対。あ、3で終わりか。オッケー。いや、疲れた。なかなか疲れた。ね、やってみたら大体分かったでしょ。はいはいはい。オッケー。ここでしかできないのかな？あー、なるほどね。まあ、たまに行きましょう、ここはね。面白いとこだった。お、アタックピース。アタックピース集まんのかな今全部。いやー、こういうのもあんだ。面白いなー、マリオはやっぱ。マリオさん、ルイージさん、こんにちは。この島ではヨッシーさんたちもたくさん見かけますよね。この機会にお願いしてあれを見せてもらおうかな。ヨッシーの卵、実は私一度も見たことなくて。あ、持ってるよ。あげるよ。マリオさんが手にしてるのは、ヨッシーの卵はよく見せてください。で。おいやい。いるかい？もらえるんですか？言った？そんなこと。水玉模様がすごく可愛い。私の頭の模様と同じで親しみが湧きます。なるほど。何これの？え、ピーチ姫の写真？マジで？これは持って帰ろうよ。島について一枚だけ撮らせてもらったんです。自分の国のお姫様が、お姫様の人気が高いのはお使いする身としては嬉しい限りです。え、ピーチ姫好きなやついたっけ？いたような気すんな。いたような気するわ。ちょっと待って。旅をパーフェクトにするためにやっぱりガイドブックがある方がいい派に。でもこれ書いてるの全部同じ人派に。そうなんだ。マクラウト完全攻略ガイド。攻略本じゃん。完全攻略ガイドってよく攻略本であるよね。7個目。お邪魔します。いらっしゃいませ。ツアーセンターへようこそ。ここでは専門ガイドによるツアーを提供しています。カウンター内のスタッフまでお気軽にご相談ください。島のガイドブックは全部同じライターが書いてますが、この町のどっかの宿に住んでるってわさ。のこなんたらね。まどろみ砂漠で予定されているロマンチックオアシスツアー。楽しそうだけど砂漠の工事延長でまだまだ先だな。だいぶ岩ぶっ壊したけどね。街にいるガイドが正確に説明できるように専門スタッフが遺跡などでいろいろ調査してるんですよ。この辺りのガイドブックマニアックすぎないか？そうなの。
プロジェクトオハパーク、特集パーク管理人ブリックル。いらな。写真集のコディの夏、いらな。ミシェの森、無誘ウッドの謎、ブラリ目覚めタウン。まあ、面白そうではあるよね。タイトル。枕の城99の秘密。普通に読みたい。ヒルネビーチでセレブリゾート。いらっしゃいませ。本日はどのようなツアーをご希望でしょうか。なんちゃらかんちゃら、はんちゃら、はんちゃら。あ、はいはい、なるほど。パジャマウンテンですね。あの山はとんでもなくきついですよ。いや、マリオなら、ひとジャンプで行きますよ。大丈夫、この二人なら、超えてか。すっごく強いんだから。それはそう。で、このセリフ、なんだか前にも言ったことあるような。ま、いいわ。前作かな？ね、マリオにルイージ。ま、余裕やろ。おい。出た。よくあるやつ。おー、すごいジャンプ。お、ハンマー。重いハンマー、軽々と。ルイージ。持てよ。やっぱそうだよね。またダメなの？お、なに？でん。なんだこの茶番は。お見事、今回バッチリね。ふふふ。ほほほほ。お？わーはっはっはっは。めっちゃ高笑いするじゃん。そうですか、そうですか。お二人が強いのはよくわかりました。特別にプロフェッショナルなツアーをご紹介しましょう。ほう。ほほ、名付けて。マッスフ兄弟と登る。あ、下に立つか？魅惑のマウンテンツアー。あ、実はそのツアーもうすぐ出発するところです。ツアー参加を受け付けましたので集合場所行ってください。集合場所は町の南側にある時計台の前です。おー、行かなきゃ。オッケー、行きましょう。の前に上ちょっと見ていいですか。よし、遺跡がある。あ、わー、遺跡だな、多分ここにいるな、多分な、さっきのやつ。古代遺跡の見学はできますが、ただいまのお時間大変混み合ってます。なるほど。混み合ってるって。お前だろ、さっきの。あ、お前、カメラ、お前。そのカメラ落ちてたやつじゃないの？もしかして。これはいい記念になりそうですよ。マリオさんたちも一緒にいかがですか？すげえ、パズルじゃん、これ。観光地の遺跡の上で記念撮影できるなんて。よかったね。まだまだこの遺跡は謎に包まれてまして、調査スタッフがいろいろ調べてるんですよ。へぇー。どう使われていたのか気になる範囲。これ男女の入り口感あるな、すげえ。Pチームが来てんのに、僕は遺跡の調査に会いに行けないんですよ。僕は一番のファンなのに悔しい。写真持っとるで。いるかい？その写真はまさか。Pチームの写真。あげるよ。あげるあげる。あげるあげる。うわ、もらえるんですか？ありがとうございます。わ、写真で見てもなんて綺麗な方なんだ。これはお礼です。もらってください。何？遺跡ブック。はぁ、調査員だけに配られる激レア本。ガイドブックマニアがお店で必死に探してましたけど、売り物じゃないんですよね。なるほど。わ、なんだろ、このパネル。絶対動かすよな。さあ、ガイドブック欲しがってたやつは知ってるな。こいつな。うん。え、違うん？え、違うの？え、違うん？あ、あ、うん？ガイドブック、もう一人思いつくとしたら、あ、待って、出発しない。そうですけど、はい。ちょうどツアーの説明が始まる。あ、始まっちゃう？あ、始まっちゃうわ。始まっちゃうわ。はい。ツアー参加者たちを。自分はパジャマウンテンのツアーガイド。マッスフ兄弟の弟、マッスフ弟。お。ギリギリセーフでしたね。では、良い旅を。まあ、聞いていくか。パジャマウンテンを登る道は非常に険しい。本来ならマッスルを極めてから挑む山であり。大丈夫か、お前ら。マリオたちは大丈夫だけどさ。甘えた気持ちで登るなど決してあってはならない。
ではアドバイスを一つ送って終わろうと思う。ほう。マッスフ。マッスフ、マッスフ。生きて帰れ大事ですね。終わり。いや、大事ですね。とても。あ、質問かな。このツアー自分には無理です。すいませんけどさ、さようなら。あらあらあら。誰もいなくなんじゃないのこれ。やめろ、ハニー。山に命はかけられない、ハニー。どうする？なんか怖いよ、やめよう。よし。山なら美味しいフルーツがあるかと思ったけど、命がけで食べたくないね。逃げよう。あ、お前は？あ、いたたたた。いきなりお腹が痛い、ハニー。これじゃ山は無理、ハニー。残念、ハニー。あいたた。いなくなっちゃったよ。そんな気したわ。行くでー。俺らは行くでー。もちろん。そうか。よかったね、いて。行きましょう。出発！どこ？どうやって行くの？と言いたいところだが、うぬ、うぬぬぬ。どうかしたの？早く行きましょうよ。実は。我々のガイドは兄弟二人で行うのだが、兄のマッスフアニーが、他にもいないのだ。いや、ガイドが行方不明。私たちパジャマウンテンに行かなくちゃいけないのよ。うぐ。まあ、探さなきゃね。では参加者たちよ。ただ今よりツアー内容を次の通り変更する。マスマニーを探せ。はえー。ワクワク。目覚めタウンツアーえもうツアーしたんだけど。どうする？まあ、やるしかないよね。見つけるしかないね。任せてください。必ずやってちょうだいね。すまんな。しかし、兄さえ戻ればすぐに出発できるぞ。こっから先のエリアにも行けるみたいね。右の方にはショッピング街があるぞ。買い物したい場合は立ち寄ってみるといい。いやもう、だいぶ街の隅々行ったんだけど。まあ。お前か？あ、違うわ。こいつだな。遺跡ブック一体どこにあるんだ？なんか言ってたな。ちょ、忘れてたわ。その方は、まさか、あの、遺跡ブック。せやで、ええで、おいえい。なんと、譲ってもらえるとありがとうございます。お礼と言ってはなんですが、よかったらこれどうぞ。はい。うわぁ、キモ。うらしい巨大なお口にもじゃもじゃの髪の毛。いや、キモい。あ、ホームシックいたね。はい。それは覚えてるわ。確か、ここの一番右だったかな。ここの階段の下のやつだな。持ってきたで。あ、やっぱなんか渡すと思った、こいつには。ホームシックにかかってしまい、全然元気が出ないんです。あ、いいよ。あなたが持っている、それはもしかして、マメラ女王のブロマイド。いらねえからあげるよ、こんなの。はい。おいえい。うわ、マメラ女王様だ、なんて素敵な笑顔。はぁ、元気出るのありがとうございました。金でいいよ、全財産でいい。そんなとこに置いてんの。何？あ、カメラ。あ、来た。いや、拾ったものでほんとすいませんね。いや、困ってるね。屋根とか高いところに登ってあたりをキョロキョロと探してますけどね。え、確かここの上よな。まあ、よかったね。お前が持ってたんか。そりゃ見つかんねえよ。あんなとこに隠してたら。あったで。ほらよ。あ、それ私のカメラです。返してくれますよね。え、いいえ。え、もうそういうのは私に通じませんよ。優しいマリオさんたちのことですから、ちゃんと返してくれるって分かってるんですから。しょうがないな。あるで。返しますよ。おいえい。はぁ、やっと戻ってきてありがとうございます。なんかくれんの？ぜひ何かお礼をしたいんですが、本当に何も持ってなくて。全財産でいいよ。ここからカメラを探してた時に偶然見かけたんですけど、町の入り口近くに噴水が2つありますよね。あったね。子供回ってるとこね。
左の噴水とパラソルの間の明るい色の草のあたり、そこに鳥が何かを埋めてるの見ました。マジで？はい、ありがとう。やった、絶対にアタックピースじゃん。そりゃ見つかんねえよ。どこ？どこ？ちゃんと聞いてなかった噴水のなんて？あ、ここ？ん？この辺？ん？じゃ、もう一回教えてくんね？あ、あった？お、何？枕のリング。古代の指輪のようだ。何ですか、枕のリングって。あ、あいつに渡すんか。あいつに渡すんだな、プレゼント迷ってたやつ。これだろ。これしかないだろ、さすがに。ほらよ。いるかい？枕のリングやで。これは枕の族時代の貴重な指輪ハニ。おしゃれな人たちはやっぱり一味違うハニ。これならハニコさんもきっと喜んでくれるハニ。それじゃあこれ渡して結婚申し込んでくるハニ。頑張れ。頑張れ。ハニコさん。なんだ？みんな寄ってきた。ハニオさんどうかしたハニ？これハニコさんにあげるハニ。まあ綺麗な指輪ハニ、嬉しいハニ。それからおら、オラと、オラと。頑張れ。頑張れ。オラと、け。何かおかしいはんに結婚したはんに。お、言ったね。お？この流れはやってほしい。言ってほしい。お、来たー。私も優しいハニオさんが大好きはんに。いや、ここでね、振っちゃったらね、ちょっと子供向けじゃないですよね。おー、よかったね。やったハニー。よかったね。あんたたちのおかげハニーよ。これは幸せの菓子、約束のお礼ハニー。何？いらな。いらない。あー、まあ。お、魔剣器ウェア。あ、めっちゃくれるじゃん。げんなりハンマー。本当に世話になったハニー。ありがとうハニー。いろいろもらったね。いろいろもらったね。ちょっと見てみるか。どれ？魔剣器ウェア。ダメージを受けるたび BP が1回復。でも防御力高。でもあれか。つけてないからか。つけてないってか。ノミスパウグローブつけてるからか。なるほど。ハンマーのやつは？げんなりハンマー。これか。あー、パワー一定の確率で下げる。あー、まあまあ、いいね。ハンマーつけとこうかな。お返しウェア。お返しウェアも強いと思うんだけどなー。魔剣器、そんな強くなくね？1 回復って。5ぐらい回復だったらちょっと強いけど。まあまあ、いいか。とりあえず豆使うか。これはね、もうマリオにしかあげませんよ。基本的にマリオがね、あ、あげちゃったよ。マリオが前線に立ってるんで。基本的にマリオにあげます。よいしょ。ケイン。さあ、下行きますか。なんだかんだで、取れたね、全部ね。